エンジョイパチンコライフ。みんなに一つでも多く景品をプレゼントするため、今日もレモンを叩く景品獲得バラエティー、出します。はい、ということで平田君でございます。ということで、今回訪れているホールはこちら、東京都大田区、JR 蒲田駅東口から徒歩7秒、めっちゃ近い、金時蒲田本店さんに来てます。ということで、リニューアルオープンしたばかりということでね、まだね、リニューアルしてからはね初来店なんでね、中はどういう風に変わったか見てないんですけれどもね、まあその辺も見ながらね、今日はね実践の方頑張っていきたいと思います。今回のルールはですね、3時間1500枚ということで、ね、よーし、時間も具資金もねたくさんあるんでね、今日はいっぱい当ててね、いっぱいプレゼントしちゃうよということで、早速行ってみたいと思います。えいえい、入店入店、やってきました金時蒲田本店さん。それでは早速景品を見ましょうということで、景品の方を見ていきたいと思います。まずはじゃあ、電化製品がね、いっぱいあります。まあドライヤーね、あとシェーバー、あとはね、デジカメなどなど。今日はですね、あちらのジッポライター 1,2,3,4,9,14,18,18個、4000枚ぐらい、まあ大体そんなもんだということね。あれ全部取ってやるぜ。あ、今日はね電化製品じゃない、あれ全部取る。あ、ということで、じゃあ早速ね4000枚出そうな台探しに行きたいと思います。3時間で4000枚、まあね最近の AT 機めっちゃ速いから、出るよ。ジャグラーコーナーね、相変わらずの稼働でございます。空き台があるようでない。うわーすごいね稼働が。空き台がない。皆さんのねご協力あっての、撮影なんでね、さね、やっぱ支障が出るような場所ではちょっとね打ちたくないんで、バイオで行こう。ということで、こちらのバイオハザード5で行ってみたいと思います。えいえい。はい、ということで平田君が選んだ台は、エンターライズさんのバイオハザード5、理由はですね撮影しやすいから。はい、それでは早速行ってみましょう。お座り一発レッツゴー。久々に打つなぁ。結構平田君で浅いゲーム数とかあるときは打ったりするんですけど、せっかく出し150枚目。まあ、大体50枚で30ゲーム近く回ってくれれば、まあ多分天井はもし仮に当たらなくても天井に行くと。お、熱い熱い熱いよ、これ好き、かっこいいよね。あーってことは、おお2連かよ、3連かと思った。おお、あっちあっち、あっちあっち、あっちあっ、はい、え？マジか。移動します。隣に。一応少しでも
天井に近い方がいいなと思って、あんまギリギリすぎても困るから。どう？はい、ということで、移動しました、理由はですね、撮影しやすい角台、そして、まあ、今まで打ってた台より、120ゲーム多く回ってるということで、天井も近いということでこの台にしました。レッツゴー。まあね、バックカウンター持ってたお兄さんがね、ちょっと見切った台なんで、ちょっとおまあちょっと微妙ではあるんですけど、まあでも結構頑張ってるよね。まあそうでもねえか。おお、結構頑張ってる。おお、斜めだよ。はい、ということで追加投資500枚目、500枚を回す、500枚使ってはい、ということで、500枚使い切ったところが、なんと555ゲームね、ゴーゴーゴーということで追加投資したいと思います。これで、ね、間違いなく、天井は届くんで頑張りたいと思います。はい、追加投資、これで1000枚目、当たらないね。いやー、この引きの弱さはうんざりすんな。なんで引けないかね。僕的には全然ね、問題ないんですよ。天井に行くのは天井に行くのとかでハマるのは自分が好きで打ってるんでね。だ、番組としてどうなのかってなっちゃうといやもうね、気がめいてくるわ。プライベートだったら全然。いや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 、はい、なんと驚きの、追加投資ラストです。1500枚目。おいおい、やめてくれ、もうおとなしくしてろ天井なんだから。はい、ということで1000ゲーム1000ゲームいきました。大したもんだぜおめえに言われたかねえよ、畜生当然だ当然だじゃねえだろ。わお、はい、天井です。かっこいいね。はいはい、天井、はい、さく、もみじからね、掴んじゃうところがすごいね。はい、ありがとうございました。まあ当たり前なんだけどね、手錠だからはい、ということで1004ゲーム、ハザードラッシュ。さあ、これで45分頑張りたい。はい、来たよ。はい、やりました、1011ゲームハザードラッシュ。はい、おはははは、来た来た来た
やりました。やくあれここどうだったっけ、金時鎌田本店さん、いい人だね。これは大丈夫だろう。それまあ揃ってもいいよ。はい、残念。揃わない、ひどいわ。ひどい。はい、終了。239枚もうダメだこれ。まあ一応ね、次回天狗が確定してるんで、天井なんで回していきます。ひどい。遅いよ。もう4ゲーム早く引いてくれりゃ。いいですね。はい、パニックゾーン75ゲーム。 OK。 え、マジで。おう、当たりました。このチャンスリプレイで当たったんじゃないだろうな。わかんないけど、まあこれはラスト勝負ですよ。まあ時間的にはあと30分だね。次こそは乗せたい。残念。頼む。あざあざし。はい。残念。50です。これはやばい。まぐれでいい。あ、やっと来た。やっと来た。すごい。お、やっと来た。30。長かった。ああ、わぐにゃーってやってくれないのに。おお、スイカ。まあ、弱だよね。チャンス。いいよ。おお、いいよ。おー、やった。合いました。やっと最後の最後で。おいよ。おー、いいねー。やっと来たよ。さあここから、よし来た。やっと来たよ。もう一度行こう。お、行った。もう一度行こう。カモン。あ、120。いやでも熱い。やっと来た。そうこなくちゃ。お、スイカ。いいね、ニコ。いいよ。ほい。残念。まあでもガガガガガいってるよ。まあ厳しいだろうね。いかないよね。そんな簡単に感染したら大変。あまりレアク引いてないんで。ああ、一応あった。 X20 ラッキー。おお、最後の最後で。おお、
おエピソードゼロ、ラストゼロゲームでエピソード受ける。さあここで、さあここで引こうよ、なんかね。あー、おー来た来た、またゼロで頑張ってる。お、まだまだ行くぜ。さあ、あ、行かないか、ダメか。さあ残念、ここまで。ここまでか。まあ時間的にもちょうど。ダメか、残念。いきなり来ました。おお、おお、おいった。受ける、千万は。おっ、悪あがいてる、悪あがいてる。あー乗ってほしかった、あそこ。あー時間ない。叩きたくなる、気持ちを込めて叩きたくなる。あーた、あーどうか。なあまた。さっきチャンスリプレイだったんで、一気にピュンピュンっていったのが、あーこれで終わりかな。おーということでね、時間が来てしまったんで、あーでもリプレイか、あ、単調じゃない。はい、ということで時間来ちゃったんで終了したいと思います。はい、ということで約、うわ、あ、行った、グローボールすごい。はい、ということで早速流してみたいと思います。えいえい、じゃじゃらー、1000万円超えろ、1026枚。はい、ということで1026枚、やった。はい、それではね、全部取るつもりだったんですけどね、4個ということで選びたいと思います。そうですね、まずこれですね、あとは、これ、はい、これで、これで、はい、実践終了、実践終了ということで、結果の方なんですけども、ライターの方4個ね、ゲットしましたということで、225枚だからね、5個はちょっと取れなかったのでね、うん、ということで4個で勘弁してくださいということで、こちらのライターを、4名様ですね、一人っ子なんで4名様にねプレゼントいたしますので、閉店の引き輪っていうキーワードをね書いていただいて、ぜひねどしどしご応募の方よろしくお願いいたしますということで、今回撮影に協力していただいた、金時蒲田本店さんの宣伝をちょっとだけ、もうね、リニューアルということで、
あのパチンココーナーの方ですね、すごいですね、通路が広くなってね、快適空間で、海物語の方ですね打てるようになってますんでね、ぜひね、快適空間で海物語打ちたい方はこちら、金時蒲田本店さんに来ちゃってください。あとですね、話題の信頼をバンバン続々ね、パチンコスロットコーナーね、皆さんが打ちたいような話題の機種をね取り入れてるんでね、そちらの情報は P1 と、またはね、エルタイの情報をゲットしてこちら金時蒲田本店さんに来ちゃってください。以上、景品獲得バラエティダッシュマン閉店軍でした。えいえい。